5分取引なのにこの短時間でここまで稼げる仕様って見たことありますか？はい、どうも、バイナリー投資塾の陽介です。本日もよろしくお願いします。さて、今回もねやっていくんですけども、この仕様を使えば1日たった1時間の取引で15万以上稼ぐことが可能なため、あなたの中から金欠、この概念がなくなります。わずか10分で終えられるので必見です。で、今回はね、あるインジケーターを使っていくんですが、正直これを使わないっていうのは非常にもったいないんですね。実際に今年からこの仕様を使っている生徒さんはこの仕様のみでしか取引を行っていないほど計算外れの収益力を持っています。具体的にどのような手法かっていうと、まず相場のトレンドを測るインジケーターで軸を作ります。そこにサポートする相性のいいインジケーターを併用していくので、非常に根拠が強くて、短時間でも条件さえ整えばかなりの収益が見込めるんです。その条件も動画の解説を聞いてもらえればすぐに理解できるようなとてもシンプルなものになります。初心者の方でも今日からすぐに実践は可能です。で、目標利益を達成のためにはこの動画を最後までご覧ください。で、途中途中で紹介しているアドバイスだったり注意点、これは絶対に聞き逃さないように飛ばし見っていうのは厳禁でお願いいたします。で、あとチャンネル登録といいねっていうのは忘れずに。それでは早速やっていきたいなと思います。本編スタートです。そうしましたら、実際にねチャート画面を通して解説していきたいと思います。で、今回5分足の手法になりますので、まずチャート画面開いていただいて、こちらを M5 で設定してください。そうすることでローソク足が1本形成されるのに5分間を要します。ですので、こちらのまず設定していただいて、その後にインジケーターの挿入をしていきます。で、今回使っていくインジケーターは全部で3つですね。こちらのオーサムオシレーターで、フォースインデックスで、最後こちらの CCI ですね。今回こちらを3つ使っていきます。では、まず早速ね、こちらのオーサムオシレーターから入れていきましょう。まずこちらの挿入インジケーターのビル・ウィリアムスの中にあります、こちらオーサムオシレーターですね。こちらを選択してください。で、こちらの設定値に関しましては特に変更はありません。それぞれの色を変更したりとか、レベル表示でね0ラインとか追加しておくと分かりやすいです。こちらで設定は完了ですので OK ボタンを押していきます。では続きまして、こちらですね、フォースインデックスを入れていきます。こちらも同様に挿入インジケーターのオシレーターの中にあります、こちらフォースインデックスですね。こちらを選択してください。で、まずこちらパラメータのところで期間を14で、種別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。で、次にレベル表示をしていただいて0ラインを追加していきます。こちらで設定は完了ですので OK ボタンを押していきます。では最後こちらですね、 CCI を入れていきます。同じく挿入インジケーターのオシレーターの中にあります、こちらコモディティチャンネルインデックスを選択してください。で、パラメータのところで期間を14、適用価格をティピカルプライスですね。で、最後レベル表示をしていただいて80とマイナス80を入れていきます。これで設定は完了ですので OK ボタンを押していきましょう。で、今回の主役ともいえるこちらのねオーサムオシレーターっていうのは、見慣れないインジケーターかもしれないですよね。なので少しだけちょっと説明していこうかなと思うんですけど、まずオーサムっていうのは言葉の意味通りなんですよ。完璧なものとして設定値がいじれなくなってるオシレーターです。なのでパラメータの変更はなしなんですね。で、サブチャートの一番上にね表示されているのが、一応こちらがオーサムオシレーターになります。オシレーターっていう名前ですが、トレンドの判断が非常に得意なんですよ。これ一つだけでトレンドの開始だったり終了、トレンドの勢いだったりね、あとはトレンドが反転する相場、この3つが分かってしまう超優秀なインジケーターなんです。基本的にはこの棒が真ん中のラインに対して上にあるかで、もしくは下にあるかですね。で、こういったように赤色なのか、じゃあこのように緑色なのか、この4箇所を見て判断してきます。で、棒の上下っていうのは上昇トレンドか下降トレンドを表していて、上にあれば上昇トレンド、下にあれば下降トレンドとなります。で、色に関しましてはトレンドの強弱を表していて、緑色は強めのトレンド、赤色は弱めのトレンドを表しています。ただ今回は色は関係ないです。このように上下の転換があったポイントを見ていきます。で、こういった転換があった場所っていうのはトレンドの始まりと終わりっていうのを表してくれてるんですね。
例えば今まで下にあった棒が上に切り替わった場合っていうのは、それまで続いていた下降トレンドが終了して上昇トレンドに切り替わったと判断することができます。で、まあちょっと軽くね説明してきたんですけども、今回は転換した部分に注目するだけですので非常に簡単です。ではまずね、ハイエントリーの条件から解説していきます。で、条件としては全部で3つですね。オーサムオシレーターの上向きの線が下向きに切り替わったところ、フォースインデックスの数値が0ラインより下を推移していること、で最後 CCI の数値がマイナス80以下を推移しているということです。以上の3つの条件が揃ったところで逆張りでハイエントリーをかけていきます。ではチャート画面を通してねちょっと解説していくんですけども、まずこのベースとなるのがオーサムオシレーターです。この上向きの線が下向きに切り替わったところに注目してください。でその時にフォースインデックスとこの CCI の数値を見ていきます。オーサムオシレーターが上から下に切り替わって、このフォースインデックスが0ラインより下で、なおかつ CCI もこの下のねマイナス80の線より下にあることを確認します。つまり全てのね条件が一致しているのがここですね。これを確認した上で逆張りで次の足でハイエントリーをかけていきます。そうすると陽線形成されていてしっかりと勝つことができています。でここでちょっと注意点です。でここちょっとね見てもらいたいんですけど、このようにオーサムオシレーターの棒が小さすぎる時っていうのは判断がしにくいんですよ。ってことは期待値も同時に低いっていうことになるので、エントリーは避けるようにしましょう。まあ簡単に言うと、オーサムオシレーターが表示しているトレンドの転換点を基準にフォースインデックスと CCI で根拠を強めてエントリーをしていくっていうような手法になります。でちなみになんですけど、手法の根拠が強いっていう言葉、まあ初心者の方でもこれはねちょっと聞いたことあるかなと思うんですけど、これ言い換えると高い勝率でエントリーができるっていうことなんですよ。稼いでいくためには非常に重要なことなんですね。じゃあ手法の根拠を強めるためにはどうすればいいと思いますか？実はそれだけであればたくさんいろんなインジケーターを入れてしまえばいいんですよ。でもそれだとチャートも見にくくなりますし、エントリーポイントも難しくなっちゃうんですね。取引をする上で、まあ、ちょっと現実的じゃないんですよ。その点この手法はその問題の解決策のようなもので、根拠の強さとエントリー条件の分かりやすさっていうのを高レベルで兼ね揃えてるんです。では続いてね、ちょっとローエントリーの条件を解説しますが、動画の後半でも勝率アップするためのある情報をお話していくので、最後までしっかり見ることをお勧めします。そうしましたらちょっとローエントリーのね条件やっていくんですけども、まず下向きの線が上向きに切り替わったところ、オーサムオシレーターが切り替わったところを確認します。で次にフォースインデックスの数値が0ラインより上を推移していること、で最後 CCI の数値が80以上を推移していることですね。以上の3つの条件が揃ったところで逆張りのローエントリーとなります。こちらもちょっとチャート画面通して解説していくんですけども、まずこのオーサムオシレーターが下から上に切り替わること、ここを基準にフォースインデックスも0ラインより上で、なおかつ CCI もこの80の線に対して上を推移していることですね。つまり全ての条件一致しているのがこちらですね。こちらの達成の次の足で逆張りのローエントリーをかけていきます。そうすると陰線についてしっかりと勝つことができています。ではもう少しだけチャート画面を通して一緒にちょっとおさらいしたいなと思います。ここねちょっと一見エントリーポイントに見えるんですが、 CCI がマイナス80より下を推移してないんです。この間をね推移しちゃってるので、ここはエントリーポイントとしてカウントしません。なのでちょっともうちょっとね見ていくんですけど、こことかね、オーサムオシレーターがこの上向きから下向きに切り替わったとこで、なおかつフォースインデックスがこの0ラインに対して下を推移してますね。で最後 CCI も見ていただいてマイナス80以下を推移しています。つまり全ての条件を一致しているのが確認できますので、次の足でハイエントリーとなります。そうするとこちら陽線についてしっかりと勝つことができてるんですね。でここもそうですね、まあらかじめ達線引いてるんですけども、こちらのオーサムオシレーターが下向きから上向きへと切り替わっています。でその際にフォースインデックスが0ライン以上、 CCI が80以上推移してるっていうのが分かると思います。それを確認した上で次の足でローエントリーとなります。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝つことができています。ここねちょっとエントリーポイントに見えるんですけども、フォースインデックスと CCI がね全く条件を満たしてないので、こういったポイントはスルーしてください。まあそもそもちょっとねこのグラフが小さすぎるっていうのもあるので、普通にこちらは避けていただいてもいいかなと思います。でまあちょっとね少しだけ紹介したんですけども、分かりやすいちょっと覚え方っていうのをお伝えしようかなと思います。インジケーターがすべて下下下に
ありますので、上、つまりハーエントリーをかけていきます。反対にこういったポイントのように、じゃあ上上上と来ているポイントに関しては下向き、つまりローエントリーをしてしっかりと勝つことができてるんです。したらエントリーポイントはお分かりいただけましたか？まあこうやって覚えてしまえばめちゃくちゃ簡単ですよね。インチケーターを3つ使っていて、ここまで簡単な仕様って珍しいと思います。では最後に、ここまで動画を見てくださった方へ今回の仕様の勝率を上げる時間帯をお伝えします。まず1つ目、東京の市場が開いてから落ち着いている時間帯です。2つ目、ニューヨークの市場の落ち着いている時間です。これなぜかっていうと、今回のような逆張りで勝ちやすいポイントっていうのが、価格が一定の範囲内で横ばいするレンジ相場と呼ばれている時で、今挙げた時間帯っていうのはレンジ相場である傾向が強いからです。特に日中のドル円っていうのは逆張りで勝ちやすいって言われてるんですね。時間帯が合う方はその時間でさらにドル円での取引を推奨しています。ちなみに入浴時間っていうのは2種類ありましたよね。冬時間って何って思われた方もいると思うんですね。でバイナリーの市場においてはサマータイム制度っていうものが導入されています。これ日本だとね、あんまりちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけど、欧米諸国では太陽の出ている時間を有効活用するために、夏の間っていうのは時間の針を1時間早めて生活するっていう文化があります。それが市場のオープン時間にも影響を与えてるんですね。で今回紹介している入浴時間では、冬時間っていうのは11月第1の日曜日から3月の第2の日曜日まで、じゃあ夏時間っていうのは3月の第2日曜日から11月の第1日曜日となります。まあ国によっても異なるので、取引する前にぜひ一度調べてみてください。今の僕からのアドバイスもぜひね、参考にしていただいて、過去最高レベルの勝率でエントリーしていきましょう。では解説はこちらで以上となります。まあ今回はオーサムオシレーターとフォースインデックス、まあ CCI を組み合わせた仕様っていうのを紹介してきたんですが、実際にここまで見ていただいてどうだったでしょうか？この動画が参考になった、まあ良かったよって思われた方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。で手法のリクエスト等ありましたらコメント欄で教えてください。また概要欄に僕の LINE 貼っておきますので、無料で有益な情報をお伝えしてるっていうだけじゃなくて、質問なんかも受け付けてます。まだ登録されてない方はぜひ登録してもらえればなと思います。では次回以降も簡単に稼げる手法をどんどん紹介していきますので、楽しみにお待ちください。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。